風花は、成海彰による日本の恋愛小説。1999年6月11日に、講談社より刊行された。恋人から別れを告げられ、会社からリストラ宣告を受けた男と、風俗嬢の女、希望を失い自暴自棄となった二人が、ひょんなことから一緒に北海道へ行くこととなり、旅を通じて人生を取り戻していく姿を描く。相米慎二監督により2001年に映画化された。風花は2001年1月公開の日本映画。同年の9月に他界した相米慎二監督の遺作となった。制作は BE ワイルド、テレビ朝日、東京 FM。配給はシネカノン。原作は成海彰の同名小説であり、北海道を舞台としたロードムービーとなっている。文部省高級官僚の沢木由紀氏は満開の桜の木の下で目を覚ますが、二日酔いの中、隣の女が誰かも思い出せない。彼は泥酔してコンビニで万引きをしたことが週刊誌ネタになって自宅謹慎を命じられていた。酔っ払った勢いで北海道に帰郷するという女に同行すると約束してしまっていた。父親から故郷の佐賀には戻ってくるなと言われ、また付き合っていた女性、美紀からも別れを告げられ、行く当てのない蓮司は、結局約束通り女に同行することにして、酒に酔ったまま空港で女と再会する。こうして二人は車を借りて、北海道を一緒に旅することになった。女は、レモンというピンサロ嬢で、幼い一人娘の香織を北海道の母親のもとに残して5年間ぶりに会いに行くところだった。レモンは結婚していたが、香織が生まれて間もない頃に独立して事業を起こそうとしていた夫が多額の借金を残して交通事故で死んでしまったため、返済のために東京に出てきたのであった。レモンは寺の住職を務める僧侶と再婚した母親のもとを訪ねるが、母親夫婦に反対されて、娘に会うことは叶わなかった。一方、蓮司の方は、東京の上司からの電話で、一方的に解雇を言い渡されてしまう。夕食にジンギスカン料理を食べていた店で、蓮司が、北海道の悪口を言うのに腹を立てた客が暴行に及び、蓮司は額に怪我をする。人気のない診療所に忍び込んで、レモンが手当てをする。行く。当てのなくなった二人は、ピンク色のレンタカーで、雪山の方へと向かう。まだ雪深い山奥に、一軒の山荘を見つけて、止めてもらうことにする。食堂で知り合った男から、レモンは、女性経験の少ない男に手ほどきをしてやってくれと、頼まれる。レモンは拒絶しようとするが、蓮司は、自ら部屋を出て行き、ソファーで夜を過ごす。未明に部屋に戻るがレモンがいないことに気づいた。蓮司は、レモンがかつてピンサロで語っていたように、睡眠薬を飲んで、雪の中での自殺を図ろうとしていると気づき、山荘の外の雪山へとレモンを探しに行く。暗闇の中で、蓮司は、間一髪、睡眠薬で、意識朦朧とするレモンを見つけて解放し、麓の農場の廃屋まで担いでいく。夜が明けて、一命を取り留めたレモンは、廃屋の中で、蓮司と抱擁する。レモンは、母親夫婦から勧められたように、北海道に戻って香織と共に暮らすことを決め、香織のいる寺にまで車で戻る。ようやく5年ぶりの再会を果たす、母子の姿を、蓮司は、車のサイドミラーから眺めていた。ありがとうございます。